新しい才能にかけてきたこの帽子をお前らに預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派なホカゲ、立派なハンター、立派なサヤ人、立派なジュ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 シシになって。最後言えてねえぞ、ジャンクスアーソロミウクマのニキュンニキュンのみぐらい言いづらいんだよね。ニキュニキュンのみ10回連続で言ってみ。ニキュニキュンのみ、ニキニュニキニュンのみ、ニキニュニキニュクニュのみ、ニキニュクニュンニュン、絶対言えねえか。そんなことどうでもいいんだよなんで他の麦わら帽子託すんだ 競馬で例えるならいろんなお馬さんにかけてる感じだだったらなんで俺に単勝一点買いしてくれないんだよいやルフィに単勝一点買いはゴルシに単勝一点買いぐらいバクールフィは根性もあるし父ちゃんドラゴンででじいちゃんガープでまぁ海賊王になれる素質はあるなと思うんだけど、うん、何の躊躇もなくデザートにと悪魔の実を食っちゃったりさあれたまたまゴムゴムの実だったからよかったけどあれ網ウだけぐらい猛毒だったらお前死んでるからなであともう一つ怖いのがお前ハナヘルとダイソンのような吸引力ですぐほばるやん次悪魔の実もう一つ食ったらお前死ぬから俺が一日五食食べるって決めたんだからそのために食っ って死ぬなら別に本だ、本場だそれ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 そ,れそ,の,そのよくわからんモットーが怖いんよお前絶対早死にするよアルミンだって言ってたじゃん何かを変えれることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だろいや、その捨てるものが命はあかんやろアホかお前お前面倒くん同じ人種じゃないの見るからにすぐ命かけてきそうな面構えじゃんそれが同じそうに見えて違うんでやる日、例えばそこにいるキーラー君は強力な電気を生まれた時から見ていたらしい。家庭の事情でね。マジかよゴムゴムに食わなくても電気が効かないのかポケモンか驚くのはまだ早い。それに毒も効かないらしい。だからこいつはアミ キルワくんバケモンやんけあそのキルワくんと同じくらいナルトくんもゴクウくんも生まれた時からバケモンなんだけど五条悟くんにかっては次元が違うからもう生まれた瞬間世界のバランスが変わったらしい次元が青色しすぎだよ俺なんてゴムグマのみ食った後だったのにヒグマに負けたし俺やっぱカイツコーになれねえかな大丈夫だルフィーこいつらは生まれた時からギャルドスでお前はコイキングだっただけ必ずいつかお前も同じようにギャルドスになれるいいですかその日が来るまで信じて頑張れ。 シャンクスありがとうでも一つずっと気になってたこと言っていいなんでシャンクスも麦わら帽子かぶってるのこれはロジャー船長から託された麦わら帽子だ誰に負げるじゃ俺たちがかぶってる麦わら帽子って何なのドンキで買った安いやつやつお前殺すぞゴムだけに殺すってかシャンクス